どうもこんにちは、ハッピーハロウィーン6065です。今回はですね、こちらお昼ご飯にはドン妖怪ウォッチ焼きそば、ジバヤのナポリタン味ソースを食べていきたいと思います。これなんと日清から妖怪ウォッチの焼きそばが出てしまったね。これ2人前で僕ち4人家族なぜ2袋買いました。で、1袋につき1枚日清オリジナルのデザインのノーマル、あのジバニャンのとか妖怪ウォッチの妖怪のシールがついてます。ここにね、トゲニャン、ジバニャン、コマさん、コマジロウ、オロチ、ブチニャン、ローボニャン、キュービはなんでこんなところに落ちちゃったのかな。裏にはジバニャン、ナポリタン味ソース、ナポリタンですよ、ナポリタン。じゃあこれ食べた感想とシールを見たいと思います。じゃあ開けていきましょう。おー、麺が2つ、そしてあ、これいいじゃん、ほら液体ソースの袋にジバニャンが書いてある。で、これは裏がコマさん、こっちはもうどっちもコマさん、これは多分刑事のコマさんかな。はい、2袋目、これでコマジロが出たらやばいやばい。コマジロおっと、はい、はっ、ジバニャン、かわいい、人気キャラクター2つが出ました。おー、かわいいね。これパッケージに書いてあるやつ、意外とレアかもしれない。ではちょっと作っていきたいと思います。せーの、はい、できました。すごい美味しそうですね。ジブニャンのナポリタンソース、ではこちらいただきたいと思います。いただきます。うん、なんか焼きそばとナポリタンが混ざったような、そういう感覚ですね。うん、ソーセージとかこういう野菜ね、美味しいっすよこれ。すごい、これはねやばいよ、すごい。さすが日清さんって感じです。美味しい。では今回はこちらの妖怪ウォッチ焼きそば、ジバニャンのナポリタン味のジバニャンのナポリタン味ソースのご紹介でした。これすごくね美味しくてね、大人も子供も楽しめると思います。皆さんもこうお昼ご飯、朝ご飯、夜ご飯、いや朝ご飯は食わないと思うけど、そんな時に食べてみてください。バイバーイ、じゃんけんぽい、チョコでした。またねー。